Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve pour Yakuza 0 et donc on s'est arrêté là. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Ça sent la mission secondaire, ça. Donc, on s'en fout, on va simplement ignorer. Voilà. Alors, niveau des points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vie. C'est parfait. Et en rush, on a quoi? Alors ça, on a. Ça, on a. On va prendre ça, tiens. Alors, c'est où? Ah, c'est là. この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。
さっき言ってた人生一家ってのは登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ毎月きっちり三日月料取ってたくせによ立花不動産に追い払われちまって極道が仇相手に退いたああ呆れたもんだよこのビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのかああある時急に立花不動産が来てこのビルのオーナーになったから全員出てけってさ中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて残ってんのはもううちだけあんた家族で店に住んでるのか住む場所別にする余裕なんてないからね神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせホームレスにビルの中で小便させたり大声をあめかせたり不審火まで出しやがる立花不動産の人間も毎日来るのか最近来るのは無言電話だけ夜通し何百回ってかかってくるよ誰だ何で急に どうしよう5、6人はいる生瀬さん立花不動産です入れてやってくれねえか連中と話してみたい安心しろ何があっても俺が守ってやるわ、分かったさんどうも生瀬さんどうすか立ち退きの件考えてくれました うちは出ていきませんよそうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよなだからって毎日毎日嫌がらせしやがってうちに赤ん坊だっているんだぞ見ない顔だけどそちらさんはねえ生瀬さんこんなヤクザに頼ると後が怖いですよあいにく俺は仇の人間だがこの店の用心棒と思ってくれていい用心棒誰に対してもです立花不動産って仇ずらしたヤクザだうん、別に部外者が何用が構いませんがまあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてねこれ人生一家の親分さんからです何それ今まで生瀬さんが人生一家に取られた三日月料月3万の3年分に色付けて200万生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ極道から金を取り立てたあんたらがか200万それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万お子さんのミルク代にもう200万かなねえ生瀬さんもうこれで手打ちましょうよ早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね金の問題じゃねえ俺はな勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよきれい事はよしましょうや生瀬さんもうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ。こら！何か？
あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されてったよ。次のとこ、どこだ。さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手を引けって忠告くらいだね。Ok, donc va falloir trouver plus d'infos.
Alors ça c'est une secondaire, donc je vais passer, vous en faites pas. Pas besoin de traduire, vous embêtez pas. Hein. Pour chaque personnage qu'on croise, on peut faire monter la barre d'amitié, ça débloque des trucs.立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。 あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？お、ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。あんた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。
ああ、そいつはありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラーメンラーメン、レンネラーメン。ち、わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で、立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは。なるほど。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと、口は滑らかにならねえんじゃないかな。Alors en gros, ils vont demander des choses et il va falloir leur ramener. Donc, vous embêtez pas à traduire, moi je vais passer. Parce que c'est pas super intéressant, on va dire. Alors lui, il veut de la bière, peu importe quoi. D'accord. De la bière. Toi, tu veux quoi ? Sweet potato sochu. Ok. Ça va être dur de se souvenir de tout. Toi, tu veux quoi? Du whisky. Ok. Toi, tu veux du saké. Ah, là, il y a un truc. Hein. Ok, parfait. Du champagne, ok. Alors, champagne, saké, bière et truc bizarre. Non, 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 pas toi. Bon. On va déjà en faire quelques-uns, on verra bien. Alors, au niveau de... Alors là, c'est quoi? On peut y aller, je pense. Allez, go. On va voir ce qu'il y a. C'est vous, les gars, quoi. Alors là, pareil, si je me souviens bien, on va enclencher une quête secondaire, donc on s'en fout. Enfin, en achetant des trucs, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Du lait, sushi. Alors de la bière. Ça, il y en a un qui voulait ça. Voilà, bah c'est tout. Donc, go. C'est ça. Ne traduisez pas. Oui. Hein. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un resto. Je pense pas que ce soit bon. Ici, on a un shop. Alors, est-ce qu'il va y avoir? Je sais pas. Bon, on va aller regarder. Hein. On va faire un peu tous les shops. Parce que je me rappelle plus, hein, je vous dirai. Là, comme ça, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Il nous reste deux slots, par contre, va falloir que je fasse gaffe. Ah. Ça, on a pris. Le saké. Bon, bah, c'est tout.
ありがとうございました。Donc il reste champagne et après je sais plus ce qu'il reste. Ça on a tout fait. Alors en haut il n'y a plus rien. Il reste donc tout ce côté là. Ok. Merdez là! Laissez-moi aller faire mes courses! Je suis où là? Alors ici, on s'en fout. Ah, je suis pas allé là. Ouais, on va aller ici. Alors ça, pareil, c'est une secondaire. Donc on va passer. Hein ? En fait, à chaque fois qu'on se fera accoster, ça sera pas la principale. Ne vous embêtez pas à traduire, ça sert à rien. Parce que sinon, les gens n'auront que la moitié de l'histoire. Enfin, le début de l'histoire, c'est pas intéressant. Par là, et puis à gauche. Donc a priori, c'est ici. Je suis pas sûr qu'on ait ce qu'il faut ici. Il a chéri ma sœur. Mais au cas où, bah je vais regarder. Non, ici c'est rien du tout. Ok. C'est pas ce qu'il nous faut. Donc alors. En haut on a fait. Donc faudra descendre du coup. Il nous reste ça. Ça. Ça et ça. Ok, on va descendre cette rue. Je vais commencer tout à gauche. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est pas la peine d'y rentrer. Il n'y a pas un qui voulait du whisky ou un truc comme ça, il me semble. Hein. Bon, j'ai plus de place par contre, alors attendez. Le champagne et c'est bon, on peut retourner rendre. C'est n'importe quoi. Alors, c'est où? C'est pas là. Peut-être là-dedans, allons voir.
いらっしゃいませ. Ah oui, oui, c'est là. Je vois avec le nom et tout. Donc, du champagne, s'il te plaît. Champagne normal, pas le gold. Faut pas pousser. ありがとうございました. Alors, toi, tu veux ta bière, voilà. Toi, tu veux ton truc à la con. Ah bah si je suis le meilleur, c'est cool. やっぱり酒は命の水だな. これで話をしやすくなったな。なあとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても、俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ。 言われた場所に一日中居座ってるだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら他に何が聞きたいの。そのバイトってのは、 立花不動産の方から声をかけてくるのか。ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上界のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。 なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか。ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。
あの辺りは今、地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば、高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか。多分ね。ただ、あそこは立花不動産だけじゃなくて、東上界の連中も狙っているから。あんたみたいなヤクザが行ったら、あそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。Bon, ben on est reparti. Oh ? Donc ça c'est secondaire, donc on s'en fout. Il recommence. Viens. Arrête de m'emmerder. そこのあんた何しに来た。この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか。あんたまた東上界の若い衆か。いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ。あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか。
違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと。そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、堅気の人間とか言ってなかったか。なかなか信じてもらえねえが、今は堅気だ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃ。社長は何つってた。うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、分かった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か。ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長見たろ。さも堅気の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだからな。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。Bon, mais il est temps d'y aller. Alors, attendez, du coup, c'est où ? Tout là-bas.Ce que je vais faire, c'est que je ferai une petite sauvegarde ici, je pense. Donc voilà les loulous, nous on va se laisser là, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!